はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。はい、お元気でしょうか。Go to eat とか、Go to travel で、まあ今ちょっとね、マンボウが、まん延、乱太郎防止が、まあ発令されちゃったんですよね。今、11時、1じゃない、1月19日なんですけど、発令されちゃったのかな？まあね、GoTo イートも GoTo トラベルも、と一時期はそれを目当てに、旅行に行ったりとか、ご飯を食べに行ったりとかっていうのがあったんだけど、結構それで密になってしまうじゃない？っていうふうに思っちゃったりとかね、逆に。っていうのがあったりとかしてたんだけど、まあ、とりあえずそういうことがないかなと、今はね。なんか本当にさ、この年末あたりから、年末？去年の年末ぐらいからか、その10月、11月ぐらいから急にこう、その、なんだろう、コロナウイルスにかかる人が少なくなって、で、年明けになってから急にかかるようになったっていうね、人も多くて。まあ、これがその、なんだろう、ワクチンを打ったからなのか、何なのかっていうのがあって、まあ、それも賛否両論あるよね。まあ、打ったからといって、2回ともね、打ったからといって、その、まあ、芸能人の人もそうだけど、かからないかっていうと、かかる人が多いっすよね。ちゃんと対策、まあ事務所の方でも対策をして、で、本人もしつこいほどはまあやったりとかしてるんだけど、まあそれでもかかる。で、しかも、1回なっただけじゃなく、2回目もかかったっていう方もいらっしゃってて、大変だなっていう話をしております。で、まあやっぱね、ツイッターなんかでも、その芸能人、有名人も含めて、そのスポーツ選手も含めてなんだと思うけど、まあわざわざね、それを発表しなくてもっていうようなことをね、言ってたりとかしてたんだけどね。ツイッターか、まあブロックだかはされましたけど、まあ、それで、ね、まあ、そう思ってる人が大半なのかもしれないけど、ある意味ね、抑止力じゃないけど、ちゃんとやんなきゃね、2回ともウイルスにかかるぞっていう人もかかるから気をつけろよっていうね、そういう抑止力じゃないけど、そういうのもあるし、まあ、ワクチン打ってても、かなりやってても2回ともかかる人はかかるんだよっていうね、そういうのはわかるんじゃないかなと思います。なんか話が逸れちゃったけどね。でもまあやった方がお店として、ホテルとしては来てほしいって思うし、まあ、ホテルなんかもね、1回そのまあ1万円以上かかるホテルは、まあ、ちょっと高級っていうかね、普段だったら泊まれないホテルとかがね、5000円ぐらいで買えた、買えたらいいじゃない、5000円は言い過ぎか、まあ1万円以内と1人当たり、まあ8000円とかね、9000円ぐらいで泊まれて、で食事も美味しいものを食べられてっていうので、一回そこでね、どういうホテルかと、どういうほ、あのサービスが受けられるかっていうのを分かった上で、ね、じゃあ次、なんかの記念日にそこのホテルに泊まろうとかね、っていうふうになるんじゃないかなと思うんでね、そういう GoTo トラベルで。ただ、
その GoTo トラベル用にちょっと品質を落としてしまうと、ちょっとねっていう感じがあるけどね。まあ落としてはないと思うんだけど、やっぱ普段の通常のサービスよりかはちょっと違った感じになってしまうんじゃないかなとは思う。GoTo イートの方もね、今はちょっと、まあ GoTo トラベルも含めてなんだけど、まあちょっとね、発動されてないとか、発動っていうか、まあ、一応今はまだ取り扱ってないというか、止まっている、中止というか、ね、待機というか、そういう感じになってはいるよね。どうなんでしょうか。と思いました。はい、以上です。それでは皆さん、さよなら。